からどんどん盛り上がってきたら前の方に集まって一緒に盛り上がりましょう。
一応説明しておきます。なんと総楽団、俺たちは奈良を愛するバンドです。イエーイ。みんな奈良でしょ、奈良でしょ、ね、なんと総楽団、奈良を盛り上げていこうと思って奈良愛にあふれた4人が、結成したバンドです。今もう海へ向かってっていうね歌です。みんな若い頃免許取ったらとりあえず海行くでしょ、行きませんか、ね。まあ、そういう奈良県の心を、俺たちは伝えていこうと思いますんでよろしくお願いします。イエーイ。大丈夫、盛り上がってる、盛り上がってる、盛り上がってる、イエーイ。よし、そしたら次の曲行こう。次はちょっとね、これは奈良県というよりはね、国を思った歌をいきたいと思いますんで、よろしくお願いします。この手に自由を。Wow.
そうそう、今日は選挙ですけど、皆さん行きましたか？もう終わったけどね。はい、自分たちの手でね、国を守りましょう。あかん、硬くなるからもうやめとこう、これぐらいで。そういうことでね、いろんな歌歌ってますけども、なんと総楽団で、奈良県を中心に活動してます。次のライブが決まってまして、次は9月21日、皆さん手元にね、あのフライヤーあると思うんですけども、そちらで、日月真嗣主催のイベントをやります。イエイ、行きます。拍手少ないけど、ここ一番盛り上がらなあかんとかやと思うけど、イベントやります。イエイ、マジな。アメリカ村キングコーラでやります。なんと総楽団出ますしね、あともう一つね、明けの神というバンドもやってるんですけど、そちらも出ますんで、日月真嗣がたくさん出ますんで、よろしくお願いします。イエイ。ボブさん、ドラムのボブさんね、モリアンキスというバンドやってるんですけどね、モリアンキスも出ますのでお楽しみに。イエイ。そういうことでね、ライブとかもね、いろいろやってますので、なんと総楽団ぜひ応援してください。よろしくお願いします。イエーイ。なんか声の調子が叫びすぎたかな。そういうことで、ちょっと次は静かな曲をいきましょう。スナックの風。Oh.
そしたらここでお待ちかねのマサさんのコーナーです。え？あれ？新曲やります。僕作りました。やってもらいます。皆さんにありがたいことです。シーズンっていう曲なんですけども、まあシーズン、四季、春夏秋冬、四季一年中通じて思っていることがあるよっていうような内容です。恥ずかしいから言われそんな歌です。それでは行きましょう。盛り上がっていきましょう。イエーイ。Thank you.
の友情の歌です。聴いてください。どうもよ。悲しみに出会って乗り越えたんだ。
いいっすか。じゃあもう一曲だけ歌います。盛り上げましょうか。盛り上げましょう。今日はね、俺たちコール&レスポンスっていうのをやりたいと思ってます。あれ、なんかどっかでさっき聞いたような気がするな。なんやろう、なんかイエイイエイ言ってたな。イエイイエイ、どうだったっけ。はい、どっかで聞いたような話ですけども、なんと総楽団にもコール&レスポンスできる歌がありますんで、まあこれは聞いてたら分かりますんで、とりあえずやっちゃいますんで、皆さん盛り上がっていきましょう。イエーイ。
きっとうちのパワードラマーコンさんのドラムが大きいからでしょう。よし、これなら聞こえるでしょう。はい、皆さんの声を聞かせてください。いきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。シャララ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 ラシャララ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 ラ。はい、みんな大丈夫ですか？納得できんな。よし、もう一回行こうか。行くよ。えい、シャララ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 、シャララ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 、なんか恥ずかしい。俺が降りたからよく恥ずかしいな。よし、じゃあもう一回行こう。よし、じゃあ俺もマイク使わへんからね。マイク使わへんからみんなの声を聞かせてください。行きましょう。みんな恥ずかしがってるな。まあいいわ。そしたら今度